えー、こんにちはまあお金持ちになるためにはどうすればいいかっていう方法はたくさんありますけどもね肝心なのは、まあ、吉田さん言われたように価格ではなくって価値で物事を測ることかなと思うんですよで価値と価価格格ってイコールで価格が付けられてていることって非常に少ないんですよねね実はね価値が分かってくると価格があこれ高すぎるなとかねあこれ安すぎるなっていうのが まあ、分かってくるんですよでその前の段階で人がね物を買おうとする時にその理由が価格なら買わない方がいいというふうな言葉があるんですよ。で逆に人が何かね物を買おうとした時にちょっとやめとこうかなって感じた時にその理由がその価格だったらね買わない方がいいっていう、ね、こともあるんですよ。まあ、つまりその 商品とかサービスの品質とかクオリティ、これが自分に必要不可欠だとその時思ったんだったら、それはいくら価格をつけても、そんなことは問題ではないってことなんですよね。その中で次のフェーズに入ると、自分が本当に欲しいものではあるんだけども、これは自分の考えている価値よりも、価格がずいぶん安いよねっていう風に、 判断できるようになるのは自分が値付けをしているその目利きがあるからですよね常に自分の製品に価格をつけているそうすると他の人がどんな思いでその価格をつけたのかってことが分かるんですよねどうしても多くの人に手に取ってもらいたいだからキャンペーンを組んで今はね本来の価値よりもかなり安く手に取れるようにしてるんですよと その代わり本来の価値はこちらの方にあるんでアップセルっていう手法があるんですよねだからアップセルっていうのはね悪用されることが多くてまず安いもので絵付けをしといてで心理的にこう隙間ができた時にこっちもどうぞみたいなね、まあ、例えば100万円の製品をセールスしてその商品が売れそうな時にプラス10万で こういうういサービスがつきますすよよって言と安く感じるんですよねあと逆もあるんですよ。本来だったら50万円の商品が今なら29,800円なんですと。であ、それは安いねってことで29,800円の商品を手に取ろうとすると、こっちも一緒に買,おう買ったらね、60万になりますけども、本来こちらのおまけの方は100万円のセールスをしてたやつなんですよ。というふうに紹介するとかね。まあそういういうに 価値っていうのはね、せっかく見抜いても揺さぶられて価値が違ったものに誘導されることがあるんですよね。まあ、これがだからセールステクニックと言われてるんですけども、本当にお客様のためを思うセールステクニックにならいいんですけども、見分けがつきにくいことにですね、違いが分かりにくいことに、売ってる方がただ儲けるためだけのお客さんのことを考えてないアップセルってのもあるんですよ。これはちょっと難しい話になりますけども、 こういうのを見抜いて、自分が自分の気持ちで買おうとしているのか、それとも。他社に気持ちを動かされて、錯覚で買おうとしているのかってところも。自分でちゃんとね、商品作って、価格設定をして。きちんと必要な人にお渡ししようと思えば、だんだん見えてくるんですよね。そういう意味で言うと、この売り続けてる人の気持ちと。売ったことのない人、もしくは売っている経験値の少ない人の。 感覚ででは大きな違いがあるんですよこの違いをよく身につけることなんですよね。まあ、例えばねモテモテの女の子がいるとしますよね。よく男性から告白されますと。そうするとその女の子から世の中がどう見えるかっていうとあ女の子っていうのはいろんな男性からアプローチされるもんなんだっていうふうな感覚がだんだん植え付けられていて、まあ、男性を見る アプローチしてきてくれた男性に対して評価する目はできてくるんですよねでも自分から積極的に誰か特定の男性を探しに行くっていう順番はちょっと遅れることになるんですよで逆にですねなかなかモテない女の子、ね、これ男性女性逆にしてもいいんですけどもなかなかモテない女の子はあんまり男性からアプローチされないんですよですんで自分が男性を選ぶ側になっていくんですよねどちらかとというと ああいいいう男性がいいなこういう男性がいいなっていうふうにこちらから積極的にいろんな男性を見に行くようになるんですよねさっきの女性の違いってのは何かっていうとさっきの女性っていうのはまあ言ってみればこんな商品ありますよって目の前にセールスマンがね何人も来るんですよでそういった中から選択するんですよねでも向こうから提案されない場合要するにモテない場合ですねこちらからわざわざ好みの男性のところにこう行ってですねで 言ってみればお店の方に足を運んで選ばなくてはいけないんですよでも逆に自分の好みにより近いものを最初から選択できているってことなんですよねで前半の話とだいぶ変わってきますけどもこれが何が言いたいかというとねどんな前提条件にさらされているかってことが自分の選択肢や目利きや見分ける能力の違いに変わってくるってことなんですよねまあ吉田さんや私っていうのは日々アウトプットをして商品を売ってますから そういった目線になるんですよでもアウトプットしてないセールスしてない人っていうのはいつまでたっても受け身なんですよね受け身目線なんで、まあ、モテるようでいてねモテるようでいて選択肢は狭まってるんですよなんせアプローチしたあの男性か女性ですよねアプローチしてくれた男性女性の中から基本的には選ぶことになるからですでも向こうからセールスが来ない、ね、そういう環境になっているとこちらから 自分のの必要ななものは何かひいては相手の必要なものは何かなっていうふうに考えるようになってくるんじゃないかなと思いますけどね。ですので今日もねこうやって YouTube アップロードして最後まで見てくださった方がどのくらいいるのかなといつも見てくれる方はどのくらいいるのかなと同じようなタイミングでコメントをくださる方そしてライブ放送に参加してくださる方セールスをしたらその時にえアウトプット書き込みコメント反応してくださる方さまざま ききがででるんですよね吉田さんもねこのキーワード「郷ひろみ」っていうキーワードを使ったら「おなんか回ったんやん」みたいなねお「チャンネル登録増えた」みたいな形でまたデータが一個そるわけなんですよつまりは郷ひろみさんネタでもしくは芸能人が意外なことをしたシリーズでまた動画を撮るっていう発想になるかもしれないですね私はすでになりました吉田さんのエピソードから「あなるほど郷ひろみ使えるな」聞いては「芸能人の意外なエピソード使えるな」みたいな感じですかね うん、そういうふうな違いがあるのかなと思います私たちはもう前提としては YouTube でネタを出そうみたいなねその前提であらゆる経験や知識を見てますからね商品購入とかねあああったかい美味しいコーヒーだコーヒーもアードボットのネタの一つかもしれないですね「ね金麦研究所」みたいなのありますけどね ああいうね、お金をもらって酒を飲むみたいな不思議なコーナーがありますね。いってらっしゃい。